皆様こんにちは、山芋です。本日はワールドネバーランドエルニア王国の日々アプリの方を進めていきます。はい、いろいろ出てきてるんですけども、現在はですね、ミアラと助手のイベントが始まってます。その前がフェルタの恵みイベントだったんですけども、200以内に入って一応報酬はもらってます。200以内でも課金しないといけないんじゃないかなっていうぐらい結構激戦でした。皆さんすごいやってらっしゃってちょっと嬉しいですね。で、次のイベントも決まってると。で、今回このミアラと助手、まあほとんどフィルターみたいな、軽いフィルターみたいな感じなイベントなんで、まあちょっとあんまり時間のない方は課金のお魚でなんとかなるという感じですかね。なんかちょっと取れちゃいけないものが取れてたみたいなんですけども、それは修正されましたとのことですね。ポイント報酬が30万ポイントかな。そんなに難しくないです。で、ちょっと見てわかる通りね、可愛いアイテムなんです。骨董ロープを使ったものの新しいやつとか、今回模型とか、なんか壁に飾るやつが可愛いんですよね。さっきランキングの報酬も見るね。こう見る限り、100以内に入ったら模型がもらえるって書いてて、工程魚の剥製が300位以内。すごい優しいイベントなんですけど、こうなるとでも100以内に入らないといけないですよね、私ね。今回初めての釣り餌。これ、姿勢でいいんかな？いつもちょっと読み方悩んじゃうんだけど、ミアラベイト E。今まで D まであったんですけど、前回初めて D 来たなと思ったら、今回次 E とどんどん増えていくんですかね。違う釣り餌を使ってくださいっていうことなんですけども、今まで貯めてたやつが使えないっていうのも、おっと思うんだけど、やっぱ新しいのがね、来るっていうのはちょっと嬉しいですね。まあ、忙しい人用に赤いバザンが使えますとのことで、私、赤いバザンがね、釣りたかったんですけど、この前のフェルタのイベントがギリ200以内で、終わりかけにギリギリで何個かババって釣ったんで、なくなりかけちゃってて、ちょっと課金しないと取れないかなーっていう感じですね。で、今回、アミアラと助手もね、すごい嬉しいイベントなんですけど、さっきのランキングとか報酬以外に、フラワーランドでね、このガラスの浮きと貝殻タペストリーが買えるんですよ。コットンロープが必要なんだけど買えるんですよ。めっちゃ良くないですか？これも後でやりましょう。で、衣装の名称変更についてなんですけど、この前のフェルタのイベントのサマーハイキングヘイズが、サマーハイキング富士霞になりました。なんでだろう？ヘイズって名前ダメなのかな？でもヘイズってあったような気がするんだよね。同じ名前があったってこと？今ね、着てるんですよ。あの時何にも、前来た時何にも気にしてなかったんだけど、サマーがつくやついっぱいあるんですよね。もしかして2個あった？これがこれになった。サマーハイキングヘイズが富士霞になった。え、どういうことだろう？サマーハイキングヘイズって前にもあって、同じ名前のやつがあったってことなのかな？こういう微妙なデザインは大好物で本当に大好きなんですけど、名前かぶっとったんかもしれないです。でも確認してないんです、私。ジゼルちゃんに服を私着せてたんですけど、もらったやつ多分サマーハイキングヘイズで多分自分で調べてこれをちゃんと着てるっぽいんですけど、おそらく最近入手できたから名前が被ってること私は気づいてなかったっぽいですね。すいません。多分誰かが問い合わせしてくれたんだろうね。私もね、いっぱい持ちすぎてて、もう追いかけれなくなっちゃったんだけども、サマーハイキングヘイズは持ってます。持ってましたけども、今回はもともとサマーハイキングヘイズって名前だったけども、名前かぶりをしていたので、この富士霞になったということですね。これが、報酬です。はい。いや、こんなにね、いっぱい衣装あったら混乱しますね。せっかくなんでジゼルちゃんはヘイズの方着せとこ。で、衣装の名前はね、もう大丈夫です。次。イベント情報も言いましたね。インテリアくじですよ、皆さん。やっと新しいことが来ました。これを今日引きます。今日の動画のメインはこれでございます。はい。この109枚を使う時がやってまいりました。よかったです。ずっと待っていましたからね、この時をね。よかったよかった。
今富士ガスム着てるんですけど、間違えてヘイズを着たまま試合に行ってたと思うので、ちょっとその様子を先に見ていただきたいと思います。でその後にインテリアクーポン使いまくりたいと思います。あ、ちなみにあのミアラと助手は柏草とこのヌメタケをね、このフェイの杖で私は取りまくって釣りをしています。フェイの杖こういう時に使わないとねと思って、課金の餌もそれ楽なんですけど、今回ミアラベイト E がかなり大きな金魚を取りやすいので、無課金の人もかなり上位に上がってくるんじゃないかなと思います。この時36位で、今も多分100位ぐらいにちょっといるかな。ポイント報酬で今ちょうどね120位ぐらいかなっていう感じかな。多分みんなすぐ上がってくると思うな、課金税。はい、こちらになります。これがね、服を間違ってるかな、富士ガスミをあの奥の方にいる我が妻は着ているのですが、これがた間違えて着ているヘイズですねロキ君ちょっと全然違うとこスクショ撮っちゃった。まあ余裕だと思うんですけど、まあ一応ねゆっくり試合を見たいと思います。いや、ウール君がね、おじさんがちょっと仕切ってるのがいいですよね。このままでいいですよね。これも、まあ別に、何もつけん方がいいんですよね。基本ね。はい。これを、通常で、ゆっくり見ていきましょう。ゆっくり見たかったけども、瞬殺ですね。瞬殺でした。ありがとうございます。やっぱ強いな、こうなっちゃいますよね。ありがとうございます。よし。じゃあ、ちょっとこの後引きますかね。あ、よかった、喜んでくれた。これこのままこの服でちょっとさ、ちょっとこの合ってない感じの服で出かけれないかな。一緒に行こう、お出かけ。あー、諦めよう。はい、ではガーシャを弾きたいと思います。ちょっとエレネア城のところで、この音のこの音楽の鳴ってるところで撮りたいと思います。押しますね。10連引く方が、まあ、レアリティが高いものがたくさん出るので、10連で行くんですけども、新作がですね、壁掛けが4つですね。星1の剥製が4つ。で、次に家具の方が、3つですね。外洋船の模型星3、湖畔船ですかね。こちらの模型が星2。で、川船かな。この戦線じゃないと思うんだよね。川のお船の模型が星1で、合計で3つ。で、卓上の方はありませんでした。で、戸棚の方が3つですね。戸棚の方3つで、星3がないですね。こう見ますとですね、怒りのミニチュア星2、公開塔星2、貝殻のミニフレーム星1。ということで、合計で10個ですね。で、星3が1つ、星2が3個、星1が6個ですかね。はい。で、頑張って引いていきたいと思います。ちょっとメモしないとね、やっぱね、わかんないんで、今、がっつりメモ取りました。では、109枚あるので、出るまで、この10個が揃うまでね、引きたいと思います。では、参りまーす。はい。インテリア、新作待望でございます。持ってるかどうかわかんないんですけども、今までのは全部数えてないんで、ただ星3が出ましたね。あ、来た！これですね、川の船のやつ、川の船の模型。これが1個来ました。ありがとうございます。新作です。あ、これゆっくり回ってますね。いいじゃん。これ家具ですね。OK。アンバー3個。これはサイドテーブル。はい。あ、戸棚の意味、1匹パターンですね。かわいい。おお、来た。バザン来た。嬉しい。バザン嬉しいですね。これですね、バザン。OK。1個メモしました。アンバー。あ、これかわいい。これ持ってないんじゃないかな。まあまあまあ、新しいの2個ですね。どんどんいきますね。はい、20連目いきまーす。かわいい。持ってたかもしれないけど、あんまりね、ぬいぐるみ最近置いてないんで、これかわいいんですよ。かわいい。リース系ね。OK、植物。木。あ、これかわいいですね。
タコね、色が違いますね。オッケー、川タコがちょっとグイグイきますね。これ可愛いんですよ。え、新作ない、新作なかったですね。次30連目いきます。これ出ないパターンあるかな。オッケー、チェストね、イムね、ハイドルーム、やばいぞ。これは違う。いやでもこのここら辺持ってないかもしれないですね。お、かぶってるよ。これ可愛いんですよ。ああ、連続できた、連続で。新作来ないパターンあります？絶対に1個は入ってるわけじゃないんだ。今何連目ですか？まあ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 、次40連目かな。オッケー、ここさっき見たね。オッケー、かわいいね。リースね。タルね。はい。はい、ペリンギ。あ、ロイヤル。ロイヤルでも星2なんだ。バフロヤシ。あ、来た来た来た、ベラス。ベラス大きくない？いいじゃないですか、ベラス。ありがとうございます。さっきちょっと今気のせいか脳内にベラスがちょっとへこんでる風に映ってたんだよな。ローゼル、ちょベラス、あ、見れないんか今。ちょっとあとでもう一回飾ってみよう。どんどんいきますよ。え、ちょっと新作をもっとゴリゴリ欲しいっす。あ、かわいい、これいいよ。ぬいぐるみ来てるよ。あ、アンバー5個ありがたいですね。バザーンかぶり、まさかのバザーンかぶり。まあ、星1なんでかぶってくるでしょう。来た、ラゴ。いいですね。あと、剥製はバーナ待ちですね。来た、星3来た。これが今回のやつの一番レアなやつですね。ありがとうございます。外洋船の模型。いいじゃないですか。これ当たりですね。今んとこ、1、2、3、4、5、5種類かな。戸棚系が1個も来てないんで、戸棚系がちょっと欲しいですね。1個は来て欲しいですね。戸棚に何か置きたいです。OK。OK、ドルム。はい。星さんなんでね、交換できるんで、星さんはありがたいです。戸棚ね。OK、これさっきも見たよ。あ、かわいい。え、戸棚に置く意味なの？これ、星さんでしょ？持ってないと思う、これ。OK。OK、チェストね。来た、来た。あ、川の船はね、さっき出ましたね。小さい方の船は来てないんですけども。OK、お人形ね。まあ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 、まだありますから。意外に100連しても揃わないか。ずっと可愛いんですけどね。あ、これいいですよね。クッキー好き。このクマもね、めちゃめちゃ持ってますね。多分全部の色揃ったかもしれないリース。これ好きです。バグちゃん、バグちゃんって言っちゃった。バグエル様はね、すごく素敵なんで。あ、これ可愛いんですよね。これ星2なんだ。やばい、これは入ってないパターン。入ってないパターンですか？入ってないパターンでしたね。でもいいやつは結構来てました。わ、あと39。嘘。え？オッケー、ドルム。クマ。あ、可愛い。これ星3だ。いいじゃん、いいじゃん。あー、ラゴかぶったー。バーナがまだなんです。バフロヤシ。来た！海洋船？海洋船！あ、星2だけど2個目ー。あー、もう1個種類があるんですけど。あ、かわいい。オタジャグルミかわいすぎる。お花ありがとうございます。これ何これ？ん？いや、あったか、あったか。あ、チェストが山ほど揃ったね。やばいぞー。戸棚が一個も来てない。で、前の時も帽子がね、欲しくても来なかったんですよね。あと20連分しかない。戸棚だよ？戸棚だよ？戸棚いっぱい家に飾るとこあるんだよ。頼むよ、戸棚一個でもいい。星2と星1だよ。え、10連引かん方が出るかな、これもしかして。え？やばい。やばいやばい。来ない、戸棚です。来た来た。じゃあ外洋船3つ目、星さん3つ目、違う、これじゃない。最後の10連100連引き切りました、私。はい、これは今日見てないですね。今日お初の星さんですね。可愛いですよね、パッちゃん。来た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 でしょ。
来た。はい、船は揃いました。ありがとうございます。家具は揃いました。OK です。戸棚です、欲しいのは。戸棚一個お願いします。クッキーは見た。来た？違う。え、これは新作じゃないの？これ初めてなんだけど。貝殻のミニフレーム。前来てたのかな？これ知らない。これは持ってない。持ってる。ごめんなさい。ゴレも行きます。ゴレだったら星1は来るんじゃない？パンダ。戸棚。オッケー。あーなーいな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 い。嘘だ、嘘だ。どうする？ちょっととりあえず、気分転換に、ヤーの市場に行きましょう。ここでも買えるんで、ちょっと今、何も考えずにこれを1個買って、これも買って、なぜ戸棚のものが当たらないんだ？え？戸棚だよ？え、アンバーでなんか交換できる今。違う。なんか戸棚系のやつとか、家具、インテリアと交換できる。そんなだね。別にだね、ここはね。そっかー。あ、違う。え、戸棚これ合ってんじゃないの？あ、これやっぱりそうじゃん。合ってるじゃん。貝殻のシェルフレームやっぱ初めてだなと思ったら、これ出てるじゃん、ちゃんと。よかった。じゃあ、一種類ずつは出てる。ごめんなさい。合ってた。よかった。で、このバーナが釣れてない。この青い魚が。釣れてない。これベラスがペチャってなってる。で、今回もらえるのはこれだけかな。ちょっと待って。で、これプラスですよ。これで、ポイント。の、あ、貝殻のリースね。ちょっと待って。あ、戸棚の、川の船模型ね。ちょっとこれメモするね。ちょっと商品ゲットして、今現在ね、100位から落ちてますね。41万で落ちてます。あ、これだ。これ、戸棚に置けるじゃん。よかった。あ、ジェニファーちゃんだ。あ、お話？え、くれるの？ありがとう。ちょ、この水でうるさいところで作らない方がいいか、座ろうと思ったけど。どこだ？ここら辺なんか座るところがありますね。だ座って、だいぶ作っちゃってるのか。あ、流木のリース、イム。ここら辺ちょっと作ってなかったやつも、ついでで申し訳ないけど、あ、嘘。呼ばれた。誰の結婚式？どうしたの？アイトールくん、なんでそんな格好してるんだっけ？なんでこんな変態さんにしちゃったんだろう。結婚式でこれはちょっと申し訳ないな。獣人と結婚したいみたいになっちゃって、これちょっと。やっと一緒になれた。あ、今ロキくん拍手しておりましたね。おめでとう。いや、おかしいじゃん。あ、結構知らない人が並んでましたね。なんであんな格好してんだろう。ちっちゃい時に着せたんかな。ちょ、もう一回ちょっと牧場に転移魔法で。あ、ここに出ちゃった。あ、落ちてる。もう仕事ポイントがいっぱいなのに拾ってしまう。え、ちょっと待って。シゾンさんどうしたの？ごめんなさい。ちょっと僕前に座っちゃって、ちょっと圧迫感あると思うんですけどね。申し訳ない。で、円筒ですね。これ、まだ見てないんで。あ、びっくりした。あ、ちょっと、今、ちょっとね、忙しい。こんにちは。あー、ごめんなさい。今作ってるんで、すいません。あと何？もう一個。待って、これもまだだな。枕目飾り。あ、結構作ってないのあるな。今度にしようか。じゃあ、ここず、気持ち、一個だけ相手の気持ち悪いから、これだけ作ろう。あ、いや、父さん、OK。まだ作ってないものがいっぱいあるということが分かった。では、家に帰ります。自宅。今何作ったっけ、私。今持ってるものは何だ？これをキャラクター、インテリアモードに変更します。で、ちょっとここら辺、結構レアなんですけどね。ここめっちゃレアなんですけど、ここちょっといいかな。これ何？丸い流木ランプね。卓上か。床も、壁もちょっと一回回収します。あれ？私これピアノのところもなんか飾れるとこあったっけ？ここ戸棚とかあったっけ？ないか。こことここか。家具そんな当たってないんよね。とりあえずここの、
ちょっと最近入手にします。ちょっと流木のリースイム全然今関係ないんだけど、ちょっと飾ってもいいですか？どんどん見せて。はっ、めっちゃかわいい。私も家でこれ作りたい。流木余ってるんですよ。だいぶ前にメルカリで買ったんだけど、何かにしようと思うと何もしてない。かわいい。ちょっと待って、家具も置こう。あれ、家具最近入手に出てこないんだけど、ま、ちょっと待って、一回ギフト、ここじゃない？商品のお届け？あ、これ受け取ってないんじゃないの？そうだよ、多分。びっくりした。さっき作ったからだ。さっきイムのリースを作ったから出たんだ。あ、100件。待って、100件以上って受け取れない？消えてない、もしかして。あ、まだあるわ、よかった。100件以上あるもんね。こんなにいっぱい引いたからすいません。120個来た。そんな引いたかな。これは可愛いんで、もう一度インテリアモードで、で、これで最近入手を。ほら、出てきた。どれ？どれから行く？ベラス、ベラス、ベラス。え、見えない。ペタンってなってる、ベラス。思ったより大きい。いいじゃん、ベラス。いいね、思ったより大きい。バーナーがないのが辛いな。ラゴ、ラゴ、ラゴ、ラゴ。かわいいじゃん、ラゴ。あ、これさ、横向きに置ける壁なかったっけ？こっち側に置く。ここら辺ないんかな、壁。ないか。お城に行ったらあるよね、横に。横の壁に飾られるところ。あそこに置いたらこっち向くんじゃないの、ラゴ。絶対かわいいじゃん。じゃあ、あと実家に行こう。家具、家具、家具。家具が、これこれ。全部かわいい。なんか今日いっぱい引いてよかった。なんか、意外に持ってないの多かったね。ちょっと僕のポワポワがすごい邪魔だね、ロキくん。ロキくん背中のポワポワ外さないと、これ。あ、すごい、お骨動いてるみたいになってる。いいやん、いいやん、いいやん。で、ここで川の船から行きます。あ、いいいいいい、素敵じゃん。これがそうですね、かっこいいね。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。こっち向きだな。ちょっと歪んじゃった、逆に。いいな、ラゴいいな。違う、暖炉アイテムが戸だな。ちょっと待って、これだね。あ、このお船のやつがポイント報酬だね。あー、すごい、ちょっと水に浮かんでるみたいになってんだ。青い布の上に置いてあるんだ。あー、いいと思う、いいと思う。これです。あ、かわいい、いいですね、これ。剥製もいいんだけど、リースがなかった。貝のこれじゃない？これが多分ポイントの報酬。あ、結構下の方にデーンってなるんだ。かわいい。家具はね、模型全部置いちゃったんで、なんかかわいいなと思ったやつなんだったっけな。結構数持ってますね、私ね。あんまり家具はレアなやつ当たってないんか。なんかすごいかわいいっていうのいっぱい当たった気がしたんだけど、まあ、せっかくなんでこれも星さんのやつを。ちょっとあれだな、リースが圧迫してる。はい、ということで、まあいろいろ飾ってみたんですけど、これいいね、ここら辺ね。ちずるちゃん来た。あ、ちょっと待って、デートにしない？あ、違う違う、せっかくこの服着てるから、どっか行かない？よし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 。はい、着きましたね。いやー、うん、こう見るとなんか男女で同じ服着てるように見えるね。うん、かわいい。ペアルックじゃないけど、いい感じ。ということで、まあ今日はね、全部揃わなかったんですけど、まあ今まで持ってなかった星さんもゲットできて、よかったかなと思います。105連したのかな。なかなか引きましたね。ちょっと次ね、武器がちょっとやばいんですよね。9枚しかないから、次の時、あ、次の時月光石で交換でもいいかもしれないですね。うん。アンバーも溜まってきてるんで、またなんか交換しようかなと思います。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。